さあそしたら山崎さんですか、はい、はい、桜坂46の山崎天です。はい、大阪府出身です。君もか。はい、先日中学校を卒業しました。そうなの、はい、さあ最年少山崎さん、はい、絵を描くというのは天さん、あ、はい、特に目の絵がそうです得意ということで、はい、で松本さんなんか今回我々をイメージして目の絵を描いてきてくれたんです。うんうん、松本さんの、はい、ありがとうございます。はい、こちらですね。いやもう怖い怖い怖い。どういうことどういうことどういうこと。これあれの松本さんってこうツイッターとかで結構いろいろつぶやかれてるイメージがあって、ありがとうございます。あのアイコンが、はいはい、今お米に囲まれてるやつなんです。やつですよね。それを見て、ちょっと待って、それなんなん。説明ない。近い。調べろ。てるってな。どうした、そんなんあんの。なんかあんねん、そういうのが。俺のフィギュアを、フィギュアあるでしょ、はいはい、あれなんかたまたまお米の中に入れたらいい絵が撮れたんです。それをちょっとあれお米の中に、あ、そういうことかい。君のせいでおっさんに絡まれたよな。問題浜田さん。そうやね、はい、俺はどんな感じになってる、勝手なイメージなので。はい、おい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 。これ待ってくれよお前。これ何なん。いや、めっちゃバカにされてる。すげえいじられてる。これどういうこと。口の中にあるのは何なんですか。鼻ですね、ゴリラの。めっちゃじっとる。ゴリラの鼻って言ってる。すげえ腹立ってきた。そうですね、正式に嫌なやつですよ。あなたはどこ出身なんですか。あ、大阪です。嘘や。はい、大阪弁出ないな。そうですね。頑張ってんの。いや、あのもう13年ぐらいしか住んでないので。今いくつ。15です。ほとんどやないか。すごいな。